回の試験にも合格し、また一歩プラチナプリンセスに近づいた優秀お嬢さん、目指すゴールまであと一息と言いたいところですが、道はまだまだ険しいようで。ここ数日、母上のそのような顔を何度拝見したことか。城を飛び出して今までどこで何をしていたか問い詰めたくて仕方がないという顔ですよ。聞いたところで素直に答えてはくれないのでしょう。さすがは母上、私のことをよく見抜いておられる。ならば私が城の外で何を調べていたのかも実は見抜いておられるのでしょう。私も母上にお伺いしたいことがあります。私の本当の父のこと。何を言ってるのです。ハロー、お父様のことはあなたもよく知ってるでしょう。あなたのお父様は偉大な国王でした。いつかあなたもお父様の意志を継いで。もう結構。全員揃ってますけど。そうですか。どこかお体の具合でも。いいえ、そんなことありませんよ。そうそう、この人はいつもこんな調子じゃないの。グレンダさん。では今回のクリスタルフラワー探しですが、皆さんには妖精会に行ってもらいます。はい、わかりました。私絶対見つけてきます。何一人で張り切ってんのよ。言っとくけど、私だってガキには負けないんだからね。もちろん私もですわ。そうだね、みんなで一緒に頑張ろう。妖精界って確かベッサンの故郷。やっぱり来ないのかな、ベッサン。では皆さん、行ってらっしゃい。ほら、またいきなり失敗。いい加減に。ここが妖精界？またつまんないところね。何もないとこじゃない。うわー、すごいです。あ、うわー、大きな木だね。あれが噂に聞く妖精界を支える世界樹ですね。世界樹？妖精界が作られた時から全てを見守り繁栄をもたらしているこの世界の王様、つまり妖精王です。妖精王様？じゃあ、あれがベッサンの。でも変ですね、妖精界に季節はないはずなの。負けないで、父さん。いいわね、みんな。さっさとクリスタルフラワーをゲットして、こんなしけた世界から早くおさらばするのよ。なんでグレンダが仕切ってるのよ。何？なんか文句あんの？ところで、この方向を目指す根拠は何ですの？根拠？まさか根拠もなくここまで歩いてきたのですか？何言ってるの？根拠くらいあるわよ！本当？ではその根拠とは？私の勘よ、勘！グレンダさん。では皆さん、まず何か手がかりがないか考えましょう。むしろなぁ！私の勘は絶対なんだからね！それにしても、この世界に来てからまだ誰とも会わないね。そういえばそうですわね。これだからガキはこんな森の奥で誰に会うっていうのよ。妖精界の住人といえば妖精や動物たち、むしろこのような場所に多く住んでいるはずですわ。そうなんだ。こんにちは。驚かせてすいません。私たち人間界から探し物をしにこの世界に来たんです。
し物？クリスタルフラワーですか？そうなの。妖精界のどこかにあるはずなんだけど。さあ、私は聞いたことありませんけど。そっか、そんな簡単に見つかるわけないよね。仕方ありませんわね。やはり私たちで探すしか。もしかしたら、もしかしたら、ささやきの草原にあったかも。本当？僕も、美しい川で見たような気がするな。七色の崖にあるんじゃないかしら。聞いたことあったような。私も、しどれの洞窟でそんな花を見た記憶が。ありがとう、みんな。妖精界の人たちって、親切で優しいんですね。そうね。同じ妖精界の人間でも、あのベスってのとは大違いだわ。ベス？あんたたち、ベスの友達か？ごめん、僕、急用だったんだ。私たちも行こう、フレール。急にどうしたのでしょう。よっぽど嫌われてるのね、ベスって。まあ、あのへそ曲がりの性格じゃ無理もないけど。けど、ヒントはもらったし、クリスタルフラワーをゲットしに出発よ。ガキが仕切るなっての。どこにもない。誰よ、ささやきの草原にクリスタルフラワーがあるなんて言ったのは。何かと勘違いしたのでしょうか。それはわかりませんが、ここにないのは確かなようですわ。よし、それじゃあ次の場所へ探しに行こう。だからガキが仕切るなってな。ガキじゃないもん。ブランドの方がガキなんだよ。ベス様、ベス様、大変なのですよ。ベルベル、どうした？お手上げですわね。はあ、あいつらこんなところで何をしてるんだ。なんだか何かを探してたみたいです。何かを探す？あなたさっきのフレーレと言います。皆さんどうでしたか？その見つかりました？それがせっかく教えてもらったんだけど、どこにもないみたい。そうですか。やっぱり。やっぱり？本当は誰も知らないんだと思います。クリスタルフラワーなんて。クリスタルフラワー？でもみんなあなたたちのこと怖がってて、少しでも森から遠ざけようと。嘘だったんですか？怖いって私たちのことが？はい。この世界の人はみんなとても気が弱くて、見知らぬ人には必要以上に警戒するんです。ましてあなたたちのように他の世界から来た人となると。なるほど。あいつらのやりそうなことだ。ふざけんじゃないわよ。誰のせいでこんな目にあったと思ってんのよ。あんた少しは自分の言葉に責任持ちなさいよ。やめろ。ベス、俺がルールだ。そいつを話してやれ。行け。また私たちの邪魔をしに来たのですか？邪魔？そっちこそ人の世界に潜り込んで何をこそこそやっている。私たちをプラチナプリンセスになるために必要なクリスタルフラワーを探しに来たんです。でも何の手がかりもなくて。ココルちゃん、ベスさん、
私たちと一緒にクリスタルフラワーを探してくれませんか？なんで俺が。あんた何考えてんの？こいつ前に私たちに何したと思ってんのよ。でもベスさんだってプリンセス候補の一人なんですよ。冗談じゃない、私は認めないわよ。俺が相手じゃ勝ち目はないからな。とかなんとか言ってまた何か企んでんじゃないの。だいたいやり方がせこいのよ。自分がプラチナプリンセスになりたいからって。それはプラチナプリンセスになりたいのはみんな同じです。そりゃここにいるみんなプラチナプリンセスになりたいんです。私だってそうです。でもだから私は皆さんと会えたし友達にもなれました。友達？お前らに手を貸す気はない。もしそれがプラチナプリンセスになるために必要なものなら俺が自分で手に入れるまでだ。おいこれ逃げるな。もう行ってしまったようですね。あなたまだいたの。私本当に知ってるんです、クリスタルフラワーがどこにあるのか。え、本当？それでどこにありますの？あ、クリスタルフラワーは妖精界で一番高いところにあります。ということはじゃあ、あの木の頂上にクリスタルフラワーが。はい、甘い。だからガキは甘いのよ。何その格好。何度騙されてる気が済むってのこいつらが素直にクリスタルフラワーの在りかを教えるわけないでしょうが。私は騙されないわよ。こいつが頂上にあるって言うならクリスタルフラワーが本当にある場所はズバッその根っこ。さあクリスタルフラワーが欲しかったらこの私についてきなさい。ブレンダさんらしい屈折した論理ですね。ある意味素直だよねブレンダって。はあ、さあ私たちも行こうか。妖精界の頂上へね。はい、じゃあ私たちはあなたを信じる。でもどこにあるんでしょうそのクリスタルフラワーって。そうな、ベス様でもご存知ないですか。ああ、そんな花のことなんか初耳だ。そうですか、やっぱりあの人たちと一緒に探した方が良かったんで。ごめんなさいです。これ以上飛んで登るのは無理のようです。やっぱり風を避けて内側の幹を登っていくしかないね。はい、じゃああいつらは今この木を登っているのか。でも頂上にたどり着くなんてベス様でない限り絶対無理ですよ。うん、だから今度こそあの人たちもきっと諦めると思うの。そうしたらクリスタルフラワーはベスが手に入れたも当然でしょ。うん、どういうつもりだ。え、今さら俺の手助けをしてるつもりか。ベス、私はただ。俺はもう誰の助けもいらない。余計なことするな。頂上までは行けやしない。フレーレの言う通り諦めて帰るさ。父さん、あいつらバカか。何を考えてるんだ。ベルは仕方ない、ちょっと見てくる。姫には似合わない場所かも。
心さん。本当にあるんでしょうか、クリスタルフラワー。正直言うとちょっと不安なんだけど。今はどんな手がかりでも確かめに行くしかないもんね。確かにそうですわね。私たちみんなプラチナプリンセスになりたいんです。こんなやり方でプラチナプリンセスになれるんでしょうか。ベスさんだってプラチナプリンセス候補なんですよ。だからみんなと友達になれたんです。何が友達だ。また着いた。頂上だ。大丈夫ですか。すごい風ですね。とても立っていられませんわ。ルーシーさん、ここまで来たのも、とにかく探さなきゃ。ただ呆れますわ。本当にクリスタルフラワーがあると思ったのか。でもベスさんが来てくれました。これってクリスタルフラワーです。世界中の頂上にクリスタルフラワーが。フレイルさんの言った通りですね。もしかしたら父さんも。ありがとうベス。俺はただ父さんに頼まれただけだ。礼なんか言われたくない。妖精王さんに。ありがとうございます妖精王様。けど実際に助けてくれたのはベスだし、やっぱりありがとうだよ。それが筋というものですわね。戻りませんかベスさん、プリンセスアカデミーに。一緒にプラチナプリンセス目指して頑張りましょう。同じプリンセス候補として。甘いんだよお前らって。そんな仲良しごっこにうんざりする。慣れ合うのはごめんだ。そう簡単にはいかないようですね。大丈夫です。本当にいい人でなければ私を助けたりしなかったと思いますから。うん、そうだね。ところでブレンダさんはどうしたのでしょうか。絶対プラチナプリンセスになる。待ってて父さん。あなたの話し言葉は柔らかな風のように包んでくれる。なんとなくそばにあなたがいるだけで色
それでは行ってくるレッスン。また散歩か。汚い仕事も妖精料理もできないわ。